11月24日で23歳になった椿ファクトリーの山岸莉子です。よろしくお願いします。山岸さん、お誕生日おめでとうございます。笠井優美、18歳です。よろしくお願いします。ありがとう。はい、山岸さん、お誕生日おめでとうございます。よく売るのです。13歳です。よろしくお願いします。はい、ありがとう。せーの、山岸さんの好きなところベスト3。山岸さんの好きなところ第2位はダンスのパフォーマンスと普段のギャップがあるところです。あ、救い出してよ、退屈はさせないわ、今ならおまけにセクシューがついてくるけどね、どう。登場です。見てください、気づきました、黄緑の T シャツ着てるんですよ。しかも黄緑の T シャツだけじゃなくて、ちゃんと山岸って書いてあるんですよ。はい、今日12月17日で20歳になりました、椿ファクトリーの小野田沙織です。よろしくお願いします。イエーイ。わー、すごいですね。どう、かわいい？はい、かわいいです。じゃあ、サオリンは二十歳になったということで、二十歳の目標なんかありますか？そうですね、二十歳の目標もずっといろいろ考えてたんですけれども、うん、まあ、結果、これにしようっていうのを決めたのは、まあ、やっぱりファースト写真集も発売しましたし、うんうんうん、大人かわいいを目指そうと思っています。教えて、サオリン先生。今回はサオリン先生と私が歌うので、皆さんは座ってできる振りを覚えてもらって一緒にやってみましょう。今回の歌はこちらです。はい、どんぐりころころ、皆さん知ってますかね。知ってますよね。知ってますよね。はい、やめちゃう。お揃いの顔してやり過ごしてる。ティファンさん、週末週末、誰にも気づかれない。